ニバル終わっちゃうよもう。え、10時にスタートしたんじゃないの？もう始まってるよもう結構。ワムシ。いやもうトロクやめて、はいはい消して。串焼きもあるし、これ全部なんかテントで屋台ですか、ね、屋台これ全部屋台わかるし、わかるし、やだ大きいのでよ、何味がいい、ツナ、ツナ、うん、でも美味しくない卵と肉、はい、肉とチーズ、チキンとチーズ、ハムとチーズ、ピッツァ、ヤシの木のやつの中身、はい、だから これね、甘いやつとちょっと苦いやつ、で、肉とそのヤシの木のやつか、チーズとそれか、はい、あとは、なんなの、シャーキかビーフジャーキみたいな、なのか、ビーフジャーキとチーズ何にしようか。おすすめは、おすすめは俺はさ、ヤシの実のやつは好き、チーズとヤシの実のやつが好き好き、はい、
トゥーリオさん、今日は何を？今日はチキンでいきます。チキン、はい。ありがとう。1個で十分だな。ケチャップ。気をつけないと T シャツに来ちゃう。アイバリウマ、アイバリウマ、アイ太っちゃう、アイ太る。アイ仕方ない。アイうまい。ブリガード。チキン入ってます。バリウマ。ブラジルに帰ってきてから何個ぐらい食べました？これでも4つぐらい。4つ。うん。こっちはこれ。あそこのお店に買いに行くんですか？そう、あの人たち好きなの。すげえ親切でさ、すごい用意してくれる。味もめっちゃうまい。故郷の味って感じですか？そう。なかなかない。日本にはない。日本にいるときにこれ食べたくなりました？なる。めちゃくちゃなる。でもサッカーやってたときあんま家で揚げ物とか食わないから、ね、だから逆にたまに食べるからめちゃくちゃうまい。これとビールやばいね。これマヨネーズ。マヨネーズ。そう。はい、マヨネーズ。あー太るね。うん。うまい。揚げ物だけど、何が違うかって周りがカラッとしてて油の臭さとか、そういうのない。胃もたれもしない。こんなに大きいのに、こんだけ揚げてんの、うまそう。色ほんとにうまい。この食べ物はこの町の名物っていう感じですか？それでいや、どこでもあるよ。ブラジル全土。ブラジルどこでもある。ちなみに今日はカーニバル最終日だと思うんですけど。そう、やっぱ休むとねすごくこう早く感じる。もう毎日飲んでるから、カーニバル終わらないと俺酒に溺れちゃう。休館日って儲けないんですか？うん、儲けないね。だこういう飲酒お店とかは儲かるけど、あとは儲かんない。休館日、休館日、肝臓を休める日。あ、そういうことか。はい、肝臓はこの2ヶ月間は全然休んでない。昨日あれだけ酔っ払ったのに今日また飲んでる。アホだ、アホ、ただのアホです。幸せなアホです。めちゃくちゃうまい。はい、チャンネル登録よろしくね。おい、まだ決まらない。どうぞ遠ざかってるよ。